はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、私が経営していたレストランのレシピの裏技について紹介したいと思います。あるですね、一つの調味料、これを入れるだけで全てのパスタ。はい、私ですね、13年間、イタリアンレストランも経営していました。最初はですね、オーナーシェフとして私が全て料理を作っておりましたけども、店舗が増えていく段階でですね、まあ、店長を雇って、お店を店長にそれぞれ任せて、お料理を教えて、経営をしたりもしていました。で、今年ですね、まあ、残念ながら全部閉めることにしたんですけども、まあ、コロナのことがあったりとかですね、まあ、店長がですね、事件を起こしたりとか、まあ、いろいろありましたけど、まあ、結局はですね、私の経営能力のなさと、まあ、私の心の弱さと、あとは経営能力のなさに尽きると思います。それでもですね、お料理は本当に評判でした。私のお店、2015年、横浜川崎湘南版、ミシュランガイド東京版ではなくて、まあ、いわゆるミシュランガイド神奈川版、本の名前はミシュランガイド横浜川崎湘南版、2015年にこちらに選ばれまして、ビブグルマンというですね、リーズナブルな料金で、お食事を楽しめる価値のあるお店ということで選ばれたりもしました。その他にもですね、テレビとか雑誌の取材、今まで何回か受けたことがあります。で、その裏技というのがですね、私の店ですね、まあ、メニューのですね、まあ、メインはパスタだったんですけど、もうすべてのパスタにこの調味料を入れていました。で、この調味料をですね、入れることで劇的に味が深くなります。まあもちろん美味しくなります。美味しくなって深みが出ます。飲食店の方ならですね、まあ、大体もしかしたら答えが分かっているのかも分かりませんけども、まあ、一般の家庭ではですね、なかなかパスタにこれ入れないんじゃないかなと思います。一般の家庭でもですね、すぐに真似ができますので、よかったらですね、知っていただきたいなと思って、この動画を作りました。ではそのですね、魔法の調味料、これを今から紹介します。それがですね、じゃじゃーん。こちらですね。はい、まあ、昆布茶です。これ業務用のですね、1キロ入りの昆布茶なんですけど、日東リレー昆布茶。はい。これ、もしお店で使ってなかったらですね、まあ、どこの業者さんでも多分持ってると思いますので、ぜひですね、使ってみてください。すべてのパスタにですね、1食につき 2g 入れるだけです。これ昆布というのはですね、まあ、そもそもグルタミン酸を多く含んでますので、まあ、日本の料理でこう、旨味っていうのはですね、これ世界的に旨味というのが、認定されたというのがニュースにもなっていましたけど、まあ日本料理の特徴である旨味ですね。まあもちろん出汁に使われますけど昆布。グルタミン酸、これが旨味の元です。味の元ですね。味の元はこのグルタミン酸を生成して純度高くしたものが味の元です。なんで味の元は科学的に、まあ、トウモロコシとか、あとサトウキビですね。メインはサトウキビだったと思います。まあ、サトウキビから科学的に抽出したものが味の元ですね。なので、まあ、化学調味料と呼ばれますけど、こちらはですね、昆布を純粋に粉末にしただけです。あとはですね、お塩とか砂糖、まあ、あと多少のアミノ酸も配合してあります。なので、グルタミン酸と、まあ、もう一つのですね、旨味であるアミノ酸ですね。こちらがですね、すごくバランスよく入ってますので、これを入れると劇的に味が変わります。2g 入れるだけです。ちょっと今スプーンがないんですけど、ちょっとこれぐらいですかね。このイヤホンの大きさぐらい。こういった小さな 2g 用のスプーン。あるんですけど、こういったスプーンで入れるだけですね。はい、もうパスタとソースを混ぜる時に、最後に入れてください。それでパスタとソースを混ぜてですね、はい、もうそれで完成です。どんなパスタに入れても絶対美味しくなります。和風のパスタでも洋風のパスタでもクリーム系でもトマト系でも何でもいいです。すべてに使えます。あとはまあカレーとかですね、シチューとか、あと野菜炒め、炊き込みご飯。おにぎりとかに振りかけて握るだけでもですね、劇的に美味しくなります。家庭だとですね、これなかなか大変なので、普通の昆布茶ですね、昆布だしですね、顆粒で入ってるですね、スティック状の昆布だしあると思いますけど、あれで全然大丈夫なので、まあ、あれスティック何 5g か 10g かわかんないですけど、あれをまあ 2g 分ぐらい、まあ目安にですね、何にでも入れてください。野菜炒めとかもめちゃめちゃ美味しくなります。これ自分で言うにはいくらでも言えるかもわかんないんですけど、本当にですね、うちのパスタ、私が住んでる市内でですね、間違いなく一番人気で一番美味しかったと思います。お店を辞めてしまったのはもう私の精神の弱さと私の経営力のなすです。パスタは本当に美味しかったですし、まあバイトの子にも常連さんにもですね、もう僕が閉めるということで大変お叱りを受けましたし、今もお叱りを受けてる最中ですけど、まあでもですね、この昆布茶は絶対入れてください。絶対に美味しくなりますんで。あとはですね、やっぱ天然の素材なので、はい。まあ一部化学調味料もしかしたら入ってるのかもわかんないですけど、はっきりとは書いてないんですよ、成分表に。
もう純粋にお塩と砂糖と昆布の粉末とアミノ酸配合と書いてあるんで、このアミノ酸がもしかしたら多少ちょっとわかんないですけど、まあほぼ天然素材でできてると思います。まあ味の素とかですね、やっぱり罪悪感ある方結構いると思うんですよ。はい、まあ家庭でもそうですけど、まあ特に飲食店さんだとですね、化学調味料を嫌う方いっぱいいらっしゃいますので、まあうちもですね、化学調味料ではなくてこの昆布茶の旨味を利用していました。あの化学調味料を使うより、まあ、だいぶ高くはつきます。まあでも、まあ、そう大した金額ではないので、使っていない飲食店さんあったらですね、あのぜひ使ってみてください。劇的に美味しくなります。ほんと何でもいいですよ。あの焼きそばとか焼きうどんでもいいですし、ラーメンでもいいですし、あとお好み焼きとかもいいと思います。生地に入れてもいいですし、上からかけてもいいですし、あとはまあお肉を焼いた後に上から振りかけるとか、こうちょっとつけて食べるとか、まあそういったことでも使えます。ということで今日はですね、はい、うちのパスタ屋で使っていた裏技を紹介してみました。この動画良かったと思ったら、グッドボタン、高評価お願いいたします。あとチャンネルが気になったらですね、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。